四畳半帝国。無線です。検証です。よろしくお願いします。今日ははいフリートーク会です。マジで怖い。たまに挟まるこの薄い会。大丈夫？これマジで何もないよ。あ、髪切りました。あの、分かりづらいとマサヤも一緒やと思うけど、形変わらずにあのスケールダウンするからあパッと見分かりづらいんですけど、あのね、刈り上げとかが刈り上げが、ああ、はい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 、刈り上げ綺麗になってたら、あ、髪の毛切ったって聞いてもらえたら、ああ、なるほどなるほど、嬉しいです。なるほどなるほどまあここで一旦ね、編集、あ、編集点来てもらえる編集点何の話すんの？コロナ開けたら何したい？コロナ開けたら、あ、旅行、温泉行きたい、マジで。あ、温泉とか好きやったっけ？ほんまに大好き。元からそんな行ってたの？え、絶対なんか遠出するならもう温泉は絶対ついてる。日帰りでも、絶対帰り行きますぐらい大好き。そっか、ご飯とかあんま興味ないから、うん、やっぱ美味しいもん食べに行くとかじゃないもんね。そう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 。温泉の料理はどうする？なんかいらない、いらない、いらない、行きたいな。確かに旅行行きたい。ちょっと海外行きたいね。海外旅行と興味、興味ない。海外ほんまに大丈夫。じゃあ健翔さん、海外行ったことあるんですか？聞いてもらっていい？あ、じゃあ健翔さん、海外とか行ったことあるんですか？海外あるよ。あの、でも一回だけ。どこ行ったんですか？一回は、一回はケニア。あ、はい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 。本当にあの、自分でも変やなと思ってるけど、初海外旅行で唯一行ったのがケニアな。あ、もうなんでケニア行ったか話していい？うん、うん、じゃあどうぞ。ちょっとあまりにも、うん、あの、思ったより興味持ってくれるから、あの、話していい？うん、どうぞどうぞ。あの、もともと、その知ってる人もいるかもしれないんですけど、うん、獣医の学校に通ってたんです。あ、そうね。で、免許も取って、まあ、獣医資格を持ってるんですけど、うん、獣医目指したきっかけが、うん、単純に動物が好きやって、うんうんうん、でも町の動物も可愛いんですけど、うん、野生動物を見たかった。おー、でもそれはいいね。そう、それはいいわ。そう、うん、一応ツアーみたいな感じやけど、うん、あ、はい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 、ケニア人のドライバーとバン1台、はいはいはい、まあ、アイノリみたいな、あ、はい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 、やつみたいなのが用意されて、ラブワゴンね。アイノリって聞いた瞬間、ね、テンション上がってちょっと興味持つなやつ。例えばあのサファリのさ、うん、ライオンとかキリンとかがおるところをそのバンでこう探検するとか、マサイ族の村に行くとか、ほんまにジャンプとかしてた。ジャンプしてたけど、あれはあんまりおすすめせんかもしれない。なんかジャンプもこれやろ、欲しいの、そしてジャンプしとる、なんかめっちゃビジネスジャンプやろ、このジャンプからのこのチップよこせよっていう手、はい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 、ちょっと待って待って、長くないか？え、長くないか？ちょっと改めた方が良くない？もっと聞きたくなった？うん、ちょっと気になるかもしれん。ほんまに？じゃあちょっとケニア会ちゃんとやろう。まだだって、ジョセフの話もしてへんやろ。知らん知らん知らん。ジョセフの話。四畳半帝国。ちょっとがっつり、うん、ちょっとほんまに先生として、ケニア先生のやります。これでだから何人ケニアに行きたくならせれるか。確かに確かに、なるよ絶対。かかってきてください、うん、ケニア、うん、ジョセフと満天の星空っていう回。ああ、もうあのめっちゃいいよ、めっちゃいいよ。だからケニアファンの皆さん、うん、楽しみに待ってください。ケニア回やりますんで、ケニアとあとゴリラの話もするわ今度。ああ、さっきじゃあケニアからですか？そう、ケニア、ゴリラファンの皆さん、ちょっと待っててくださいね。はい、はい、じゃあ今日この辺で終わりましょう。うん、そんな感じです、はい、楽しみにしてください、はい、ケニアファンの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。インスタも見てね。